なんか鼻高くして歩きたいですねなんかねそういう街を <laughs> 色がすごく素敵なイエローなのでこのままなんか海辺とか走りたいなっていう気分になってます本当にちょっとどうでもいい話になっちゃうと思うんですけど <laughs> あの最近あの逆立ちを始めて <laughs> え本日のファッションのポイントと、はいえー、ヒョンピンエディションを着用されての感想をお願いいたします。ははいい、えー、本日はあのとても柔らかいカラーの理念の あのセッットアップなんですけど少しこう生地感とかちょっとあのタックとかがスーツのテーラード風になっていてとてもあの爽やかなだけどマスキュリンなあのコーディネートにしてみましたそしてあのシューズが今回そのヒョンビンさんのコラボレーションのシューズなんですけどあのスウェード生地なんですけどとても軽やかで,で今回はあのヒョンビンさんが。 自然環境とかそういった取り組みをすごく積極的にされているということであのこのシューズにもブナの木の木チャームがついていてますあそうですねなんかすごくシンプルな中にとってもこだわりが詰まっている、えー、服,が服なので多分こうただ街を歩いてるだけでもなんかこう周りと違う感じっていうのをまといながら一歩一歩歩けると思いますし。 そうですねなんか鼻高くして歩きたいですねなんかね <laughs> そういう街を何かご自身で新しく始めてみたいことはありますかそうですねなんか自転車で旅をしたりとかまあ友達とあのひたすら遠くまで散歩してみるとかなんかそういう外の空気をいっぱい吸うアクティブなことは今年はチャレンジしてみたいなと思ってますまあもうすでにまあなんかいろんな、ね、媒体さんでもやらせてもらってるんですけどゴルフを始めまして あの先輩とかに連れてってもらう機会もすごく増えそうなのでなんかそういう趣味を改めて増やしてみたいなと思ってますそうですねやっぱりこの色がすごく素敵なイエローなのであの、まあ、これを着るだけで本当にハッピーな気分になれるというか夏気分になれるなっていうのをすごく実感してます。そして、えー、今日はこのホワイト の色を選んだんですけどすごく履き心地が良くってこのままなんか海辺とか走りたいなっていう気分になってますどうもありがとうございますえもうすぐゴールデンウィークですがこのロロピアーナのひょんびエディションを身につけていきたいところはありますかそうですねでもやっぱりあったかいので今言ったようにちょっと海が見えるロケーションの気持ちいいところに行きたいなと思います ありがとうございます。では最後の質問です。えー、今ちょうど新学期、新生活が始まる時期ですが、何かご自身で新しく始めてみたいことはありますかえっと、もう少し前に始めたことなんですけど、ちょっと今まで体のことをそんなにいたわってなさすぎたので、あのいい季節なのでランニングをしてみたり、筋トレをしてみたり、そういうことを始めてみました。ありがとうございます。 あのー、京都にで古典がちょっといくつか誘われてるのがあるんでお寺とかでのその古典にこのロロピアナのこのファッションで行ってもとっても合うんじゃないかなと思います目立っちゃいますねどうでしょう悪目立ちしないといいんですけど <laughs> 熊塚洋介さんでしたどうもありがとうございました大政綾さんがご到着されました 大きな拍手でお迎えしたいと思いますフォトセッションとさせていただきます、えー、まずは真ん中のスチールカメラオフィシャルお願いします何かご自身で新しく始めてみたいことはありますか新しく始めてみたいこと あの本当にちょっとどうでもいい話になっちゃうと思うんですけど <laughs> あの最近あの逆立ちを始めて <laughs> あの毎日逆立ちを頑張るっていうのをここ1週間 <laughs> 頑張ってます。